ここではベクトル方程式が表す円その1について一緒に勉強していきます。今回の問題を攻略するためにはどうすればいいか確認していきましょう。で今回の授業の流れはです、ね、いきなり先の例題を具体的に攻略していきます。というのも新しく学ぶ知識はないんですね。これまで円のベクトル方程式を勉強してきました。2つありましたよね。そのうちの1つ目にあった方です。点 C を中心とする半径 R の円のベクトル方程式は P ベクトル、C、ベククトトルル -C の大きささが R っていう,ふうに表されましたよ、ね、で今回使うのはこれなんですが感覚的にはむしろ逆に P ベクトル引くなんちゃらベクトルが R っていうのを見たらあこれは中心がここで半径が R の円だなっていうふうにわかることが今回は大切になります。では早速例題を具体的に攻略していきましょう。 平面上に異なる3点 OAB があるよとで点 P がこのようなベクトル方程式で表される時にどのような図形上にあるか求めようっていう問題なんですね。で慣れてへん人からしたらえー、こんなもん何したらいいんやって思うかもしれないですけれども慣れてる人からしたらああああれねと。 p ベクトル引くなんちゃらベクトルの大きさが r みたいになるようにすればこれは中心がここで半径が r の円周上を表しているじゃないかというふうに考えるんですねだから僕たちが目指す形はこれなんですでこの式見やすくするためにはやっぱベクトルを置き直しておい,いた方がいいですよねですからまず OA ベクトルを A ベクトル OB ベクトルを B ベクトル OB ベクトルを P ベクトルっていうふうに まままず表し直しし直す。ここまで、OK、でしょうか。そしたら1はここが p ベクトルここが a ベクトルになるので 3p ベクトルと正ベクトルの大きさイコール6になりますよね。そしてここからの計算なんですがこれ何してるかっていうと絶対値の性質で a×b の絶対値は。 A ののの絶絶対対値値 ×B っていうのはありましたよねこれ意味考えればわかると思います。掛け算して絶対値つけるっていうことは中身が正であろうが風であろうがプラスになるよっていうことです。それやったらそれぞれをプラスにしてから絶対値つけてプラスにしてから掛け合わせても等しいよねっていうことを言ってるんですね。で、これはベクトルの大きさでも同じことが当てはまるんです。だからこの 3P ベクトル足す A ベクトルを 3かけるの形にすするんですこれ何でかっていうと最後僕らが目指す最初の形は P ベクトルの係数がこれ1なんですね今この3が余計やとだからこの3を離したい分離させたいということでこの式を合意に3かけるの形にしたら3かける過去 P ベクトルとは3分の A ベクトルになりますよねこれ分配したらこれに戻るからですそしてこれにそれぞれベクトルの大きさをつけるとそしたらこの 2つ目の式、これの意味がわかるかと思います。この右側の式と全く同じになってますもんね。ここまで OK でしょうか。で、その次何してるかっていうと、これはもう3の大きさっていうことはただの3なので、両辺を3で割って2になりますね。で、その次中身です。中身、僕らが持っていきたいのは P ベクトルマイナスホニャベクトルなんですね。でもここはプラスになっていると。だからこれ、合意にマイナスで言い換えるんですね。 プラススス分分のののはママイイナナベクトルですね。これもこう展開したらちゃんとプラスになるからね分かるかと思いますじゃあこの式は何を表しているかここを置き換えれば見えやすくなると思いますここを c ベクトルというふうに置き直しましょうそしたら p ベクトルマイナ -c ベクトルの大きさが2っていう式になるんですねこれは何を表しているかっていうと中心が c で半径が2の円を表しているんですね このように見えやすくなるのでマイナス3分の a ベクトルを c ベクトルとなる点 c を取るっていうふうに置き直してますそしたら点 p は今言ったように中心が c で半径が2の円周上にあるっていうことがわかるんですねでもこの段階でもね結構の部分点はもらえるかと思うんですがやっぱどうせならねしっかりこれについても考えておきましょう点 c って一体何なんだと 今、C ベクトルイコールマイナス3分の1倍の A ベクトルなんですね。マイナス3分の1倍ということは、A ベクトルの大きさが3分の1で向きが逆。つまり、ここが C ということです。そして、これが C ベクトルですね。大きさは A ベクトルを1としたら C ベクトルは3分の1。つまり、1対1 3分の1ですね。このまま分数が見にくければ、3倍して、こっちが3、そして、こっちが1。 っていう風に見ればいいですよね。そうすれば全体はこれ4ということがわかります。じゃあ点 C は OA をどうした点かっていうと、O がスタートで A がゴールなんですが C は外側にあります。ということは C は外分している点ですね。どんだけ外分しているかっていうと OA を1対4に外分してるんですね。1対4に外分した点だよと。 これでですね、点心の位置関係が分かったんで、もう新たに自分でね、点心みたいな新しい文字を置くことなく答えることができるんですね。以上より点 P は線分 o を1対4に外分する点、これが点使のことですね。そんな点使を中心とする半径が2の円周上にあるというように答えられるということです。OK でしょうか。では次、括弧2いきましょう。括弧2でも方針は一緒ですね。 いかにこの p ベクトル引くなんちゃらベクトルイコール r の形を作っていくかこの計算過程がポイントなんですねでは見ていきましょうまずここを1ベクトルのね a ベクトル、b ベクトル、p ベクトルに直しますそしたらこの式になりますよねで注目すべきはここですマイナス3があるんですねだこのマイナス3を引っ張り出さないといけないとですからこのように掛け算の形にしてそしてそれにベクトルの大きさをつけると で、順番並び替えて書けばこのようになりますよね。OK でしょうか。そして、マイナス3の大きさはプラスになって3になるんですね。で、ここはもう見やすくするために一つの分数にしてます。そしたら P ベクトルマイナス3分の A ベクトルたす 2B ベクトルイコール2になりますよね。で、両辺をこれ3で割ってあげると。そしたら3分の2になりますよね。で、問題はここですね。ここです。 やっぱ3分の a ベクトルたす 2b ベクトルって見たらこの形に直したいところですよね。このクロスの形1ベクトルの内分公式で出てきましたね。そして後半の方で何回も練習しました。やっぱりこれが出てるんですね。ということでここを、まあ、さっき c を使ったんで今回 d ベクトルなどで置きましょうか。d ベクトルなどで置けばこれは中心が d で大きさが3分の2。 の円柱を表しますよ、ね、っていう風にに、ね、考えると。で、もうこのまま答えでもいいんですが、やっぱりこの D の位置をしっかり考えておきたい。D っていうのはこれなんですね。2たす1分の A ベクトルたす 2B ベクトルと。これはもう図必要ないですよね。この式のクロスの形を見れば、これは線分 AB を2対1に内分している点ですよね。1ベクトルのところで何度も練習しましたと。 以上よりね点 P っていうのは線分 AB を2対1に内分する点それを中心として半径が3分の2の円周上にあるということがわかるんですねはいということでここではベクトル方程式が表す線その位置について勉強しましたどうでしょうか理解できましたでしょうかね結構難しかったかもしれませんがねあとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題類題しっかり練習しておきましょう